年末ということで、おお、早いですね。はい、はい、しばすん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 、タイトルコールも含めてやめます。とっても濃い1年間を過ごしたギャンパレなんですけど、はい、今日はそんなギャンパレの1年間での事件を、おお、振り返っていこうかなと思います。皆さん、なんか事件ある方いますかね。事件って言われるとなんかね、まあ、確かに、はい、お、皆さん、やっぱでも1年の始まりに一番事件があったと思いますよ。そうかもしれない事件。ヤングパレードが長官に乗り、そして再始動したこと。これだよ。ライブってないから、なんかさ、事件はいっぱいあったけどさ、1月1日に思ったんじゃない。1年の中の最初の事件だったなと。そう、ね、いい事件、いい事件、そう、存在にせえへん YouTube 番組で続いて3時間会議が真剣に大事だよ。
全裸で走ろうやあの部屋の端から端まで端まで端まで、はい、すごい広い部屋やったそう、うん、部屋の中だね、うん、落ちる2023年5月にアルバムをリリースします。
あと忙しいしね。なんと1月1日のライブ配信もあります。うわYouTube ライブで無料で見れます。でもそれって少ししか ないです。全部無料で見れます。5時間無料です。5時間も私見れないよ。確かに1月1日に2023年5月にリリースするアルバムの初回版に、なんとブルーレイで全て収録